はいこんにちは今日はですねエースを狙い山本澄香さんの作品を紹介したいと思いますはいなんでこんなにまたうもうあれもこれも古い作品やねんって感じなんですけれどもまシ昭和を彩る名作と申しますか <laughs> これ「週刊マーガレット」に連載されてましてその当時多分ね あのお値段100円とかそれぐらい <laughs> 値段の時に連載されてた漫画ですねちょうど「ベルサイユのバラ」とかと同時連載だったんじゃないかなと思うんですけどもねまあ華やかなりし少女漫画が絢爛の時代でしたねあの割と 続編もアニメでですね放映されてますんで結構ご存知の方多いと思うんですけどもねあのまあ今の20代30代ど,どの程度の年齢の方までご存知なのかちょっとわからないんですけれどもなかなかの。 名作なんですね。あのアニメのあのオープニングのテーマもものすごく完成度が高かったんですね。あのまあ再放送もされてたり、ユーチューブででも見ることができるので、一度ちょっとご覧いただきたい。あのね、聴いてもいただきたいし、ご視聴いただきたいなと思うぐらいその名作なんですね。そのオープニングがね。普通はあのまあ少女漫画がこうテレビアニメ化されるとちょっとガッカリすることが 多いんですよねイメージがちょっと違ってたりするんでねでもこの「エースの狙い」はまたちょっと違う絵柄も全く何て言うんですか同じではなかったんですけれどもすごくこのアニメの方も良かったですねあの歌も良かったですし高崎誠さんがどなたかが歌われててもそれはそれはあの。 いい声で <laughs> あのアニメのねアニメ歌われるアニソンの歌手の方とほんまうまいですよね歌が。すごく印象的でみんなでその「このエソン・ネラ見た次の日は見た見た」って感じで格好でね話題になったのを覚えてますって言ったら年齢が分かってしまうんですがはい再放送も何度もされてますしね。 一度何か機会があればね、見ていただけたらと思います。聖編の方は私大好きです。続編もありましたけどね。歌も私聖編が好きですね。これ、あの、まあ、岡ろ美ですね。岡ろ美、お蝶夫人、宗方コーチ、東堂さんとか、あと、緑川蘭子とかですね。それはそれは、あの、 登場人物も華やかなんですね私的には長夫人のお父さんの龍崎理事が好きなんですけれどもあのみんな本当にいいんですよねまあ主人公私主人公よりお夫人の方が好きでこのうねりが好きでこのうねりの絵をよく真似して描いててこのうねりがのタッチがなかなかこう真似できなかったのを苦心したのを覚えてます。絵もなんだか魅力的でですね一一コマ一コママが本当にこう 生き生きと輝いてましたねはいえっとやっぱりお話としてはこの岡博美のえっとテニス王国西高のに入学した岡博美ですねでお長夫人というものすごく美しいですね頭も良いなんていうんですかもう全てにおいて秀でているお長夫人という龍崎玲香という人が まあもう前哨なんですよね一度も負けたことがないというようなそのメイプレイヤー高校2年生ですねその当時ほんまに高校2年生やったんかっていうぐらい大人っぽいんですけれども今考えたらねでその人に憧れてやっぱテニス部に入部するんですけれどもあんまりその実力が伴えないのに急にレギュラーにされてしまってみんなの嫉 でいじめられたりするっていうところから始まっていくんですね。この宗方広司がこの岡宏美をのまあ、可能性を見抜いてですね。どん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 引き上げていくっていうお話なんですけれども。あの龍崎理事がなぜ好きかというと。まあ、この最後の方の最後の方ってことは5巻か6巻ぐらいのところでですね。あのすいません。今その本の実物がないんですけれども。 その全国的にそのテニスの高校生ですね若者のテニスのレベルを上げていこうということで全国からこう実力のあるプレイヤーをどんどん抜いていってこう、ね、それを鍛えていくというようなそういう計画を立てるんですねその時にまあ岡宏美が、まあ、抜擢されるというかねあのいろんな全国からその。 選び抜かれた選抜の中からまた選抜していくんですけれども、まあ、その時に、まあ、あの岡宏美はこのお長夫人とまあ皮肉にも当たっちゃうんですね同じ学校でありながらそしてもう一人緑川蘭子と4人,あ4人と、えっと、当たるんですけれどもそのうち2人がもう超高校級と言われるすごい人たちに当たっちゃうんですね。もう負けるために 出てきたんかっていうふうに泣き言言,言うんですけどももうそんな泣き言言,言うならもうあの諦めろっていうふうにまあ宗像コーチは厳しく言うんですね。まあもうこ,こひろみは諦めずにだその時にまあその時のやり取りが非常にかっこよくてですね竜崎さんはですね自分の娘よりもこの岡弘美を選びたいと言うんですね負けちゃうんですねこのあの自分の娘。 龍崎玲香のお長夫人ですね左のこのうねりさんに負けちゃうんですよね岡宏美は。そして緑川蘭子というあのすごい長身の、えっと、この人もすごくうお蝶夫人に並ぶ強さのこの超高校級の2人に負けてしまうと。でもそれでも私はその龍崎理事がですねお蝶夫人のお父さんが私は自分の娘より個人的にはこの岡宏美を。 選抜に選びたいと言うんですね最後のメンバー残したいと言うんですね最も主題に適した選手を締め出してしまうのですかっていうくだりが私大好きですはい、ちょっと何のことかわからないですけどこれ見ていただくとわかるんですけど本当そこはあの鳥肌ものですよくもこのセリフをこの人かけたなみたいなそれぐらいの名セリフだったと思いますね 全国にまあ全国的に強くなって岡弘美は今度世界の方に出るんですよね。そうするとそのまた世界的に有名なオーストラリアかなのジャックジャッキー・ヴィンセントジョージ・ヴィンセントという姉妹に出会うんですがこのジャッキーの方はもう世界的な選手なんですね。でもあの妹の方もお姉さんならって結構強いんですけれどもこの人と競り合って岡弘美勝つんですね。でその時に あんな人に負けるなんてとこの妹が嘆くのお姉さんがですねあのそんな人嘆いているだけだったらもうあなたはここまでよみたいに言うんですよねあの子みたいにあの岡広美み,みたいにおめでたくなれないわとこの妹はジョージ・ヴィンセントは言うんですけどじゃああなたはもうそこで嘆いてなさいと岡広美もいずれどこかで負けるでしょうその時の負けざまを見ときなさいというわけですよ人生なんてどんなこともあると それ幸福を決めるのはその人間の器で決まるというふうなまあちょっと今でいう宗教めいた哲学めいたことを言うんですねはいそれがとてもいいよあのセリフで今も心に残ってますねあの人生自体に幸福の性格づけはできないとそれをに当たった自分がどうそれを乗り越えるか ね、今見ても読んでもなんかすごい絶対風化してないだろうなと思うんですけどちょっと最近読んでないんでまた読みたくなってしまったんですけれどもぜひぜひ一度ねまだご覧になってない方は読んでいただきたい本だなと思いますね。は,い、製編は10巻完結ですね続編もまあ出てますが私は製編が結構好きですね。もうここにあの全ての,このお話が盛り込まれているといいますか。はい あのー、なんとまあ大人っぽい人たちの集まりだことっていう感じですねはいまた一度機会があれば多分何度も愛蔵バンとかでねすり直して出ていると思いますので探してみて <laughs> メルカリとかで <laughs> 探して是非あのご覧くださいませ今日は山本澄香さんの「 エースを狙いを紹介しました。ではまた